未知の部分が多い折戸、ある意味すごいよね。この後はなぜそうなるの？ミラクル発生ドリフトをどうぞ。かなりアウトアウトの速いスピードに来ましたからね。さあ来た来た来た、あんな目、あー来たー、あーやろう。だから言ったろ、ここでやろう。よ、喜んでんじゃねえよお前らを。はっきり言うとドギモは抜かれました。さあいいスピードで、あー来た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 、この人だけだよね、GP ドライバーとしての意味が分かってるの。もう一回戻ろう、これ2本目超えたね。このマシンを捨てて一旦終了でございます。ありがとうございます。綺麗にスピード上げて、カモンカモン、立ち上がってくる、それいけ、それいけ、よし、出たさあ参りましょう、ゼッケン20番川村正幸。乗りこなせてないな、流されたー、おいおいおい、あれなんだあれ、なんか連れて帰っとるよ、連れて帰った。さあ続いてチョコマフィア。さあパカパカ君、パカパカ1、2、3、いいねいいねいいね、今のはボールだろ、あれはボーナスポイントです、はい、またオンパイン本命、あ、ちょっと失敗、危ない、マフラー無事か、マフラー大丈夫、あ、でも音がしないよ、静かだよ、静かだね、うんこうんこ出した、あ、ほら湯気出ても湯気バッサッタ、おお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 お、なんとなく何かやってくれそうな、そんな雰囲気はある。綺麗にいった、早いよこれ、おお、面白い、うまい、面白い、綺麗、面白い、綺麗、面白い、チームフリーなかなかちょっと予想外な展開で得点を稼いでますね。いい、はい、さあサドンデスに入りました、今回の決勝戦でも分かんないね、これね、赤いプロも悪くないと、ここ速いんだよ、ここがかっこいいんです、ここがかっこいいんです、あー来た来た来た、古代来た、古代来た、やったー、車庫入れ100点、いや見事な中列駐車いやゼッケン一番林義和、これは痛い、これ痛い、あれ拾ってあげないときっと、うん、危険なところですよ、拾ってあげないとあいつ泣くと思うよ、今だったら間に合うよだけど走ったらくちゃくちゃになるよあれ多分。さあゼッケン16番竹内雄二、あー行った、あひどいわざとやっとるじゃないかですか、あれは、そんなさ、そんな狙いすましてさ、ね、どうつかないねえ、なんでフロントから行くかなと、ここで悲劇が起こる、勢い余ってコースアウトし、落としたヘッドライトの行く末は、ここからは5台1組で見せるフォーメーションドリフトを見よう。で、ストレートのスピードが高いよこれ、うん、おー上げてきた上げてきた、あれ最軽、おー、あー思わず行くぞ、さあ決勝1本目、このストレートから見せてくれますね、これね、かっこいいな、なんかかっこいいね、これね、この接近、これはすごいよ、これこれはすごいよ、これこれはすごい、ああさあこれで決まるかどうか、この辺かっこいいね、技ありだよ、これかっこいい、かっこいい、かっこいいっすよね、かっこいい、かっこいい、あの前の2台は ねずっとなんだよ、ああくっついてる、あ、今度くっついてるね、全部いいですね、いいですね、うん、いいですね、あ、これいいっすよ、ああフルカウンタークラブトリックコーチ代表、はい、まあでも技ありますね、これね、いかがでしょうか、これくっついたら95いくよ、個人個人はレベル高いもんね、
うまいですね。うまく見えますね。さあよさこい踊り。あ、いいいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいんじゃないですか。さあ決めるか。ラスト福岡県代表サヌキうどん愛好会。あ、今度距離伸ばしてくれましたね。お、危ねえ。危なかったですね今ね。お、いいですよ、いいですよ、いいですよ、ね、迫力ありますね、やっぱりね。おお、大騒ぎしてますね。いいですね。92。秋田からやってまいりました。トップスの団体は一体どんな走りを見せてくれるのか。さあ来た。これはいいスピードで入ってきた。危ない危ない危ない。ゼッケン6番渡辺も飛んできた。そしてまたここでオーバーテイクをしていく。迫力ある。これは見せるドリフトではありますね。いや、これがわざとやってるのか、うん、たまたまいつもなっちゃってるのか。同じフォーメーション的な感覚でやってますから、うん、割と狙っているんじゃないですかこれで。ここからは激烈クラッシュハイライト。カズの大谷胸焼け注意。よーっと違うとこ行った。同点で終わった。あー、同点。先頭が糸を引くようにみんなくっついて、全員がドリフトして感覚もいい。どうだ。危ない、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 危ない。やっぱり来た。あっと行ってる。近藤も行ってる。あ、勢いをつけて1コーナーの進入。1回振ってからアウトから同じように入った。危ない、危ない、危ない、危ない。ギャルらしいですね。何ですか。おっ、おいしょ。こんな人を楽しませるチームないよ。お母さん、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 これも得点高い。これではいけません。4台しかいない。矢原がいない。あっと当たった。危ない。土手登り。今飛んでたよ。飛んでた。なってしまいました。何とか一周1台の計算できると5周でなくなります。なくなります。はい、来た。準決勝。あっと折れた、折れた。タイヤが折れた。リアタイヤ。途中でリアタイヤが折れた。非常に危険な状態でした。転倒寸前。驚きました。決めることができるかどうか。危ない、やばい。バカ。男だるまがね。さあ4台でのクロージョンついた状態で1コーナーが入ってしまいます。アウト、アウト。え、アウトでしょ。いや、あれはセーフだよ。あら、いいね。振って振って振って離れた。いいに、あー、うわー。いや、サイドボディアタック。コンクリートとかガードラインに比べたら全然ベトはね。さあ来た、大野よし。そして大野、あーい、あーい、飛んできて、フラッシュは、あー、なんと行っちまった。大野清だってミスったのは白いやつでしょ。そう、じゃあそれでみんな回ってきてたらえらいことになってたわけだね。そうそう、おー、くっついてきた。前にだ、あー、港、港、どうかていうか今お客さんも危なかったね、結構ね。ああ、ここから取り込んでくる状態でくっついてくるかどうだ。どうだ。ああ、うわ、戻った、戻った。いやー、危なかった。
キャン。さあこれが怖いんですわ、イジェット横になったですよね、ブルボン戦後になります。さあ先ほど1台クラッシュしてしまった、4台でどういう味料理か。ボロボロになってきたんですね。もう3台しかおらんですね。もう行っちゃってるね。バラバラ遅いな、遅い遅い、できないアンダー失敗、アンダー、あーれスピー、あらあれあれで、また1台タイヤ立ってますし、1本立ってますね。あれなんかつあれあれあれあいたソテリ乗ったんですか。ポイント、はい、得点を狙ったんだよ、高得点を。グリーンが近い、ちょっと近い、ちょっと近い、あー危ない危ない。結構ね、タイヤバリアに入って杉原イカ天やってて一番残念なのが練習走行中のクラッシュ。ビデオにもちょこっとしか出てこない。本番でこのくらいやってくれれば表紙ゲットも可能なのに。ベスト進出をかけてミローテーション。先ほどはなかなかいい走りを見せていた。いい合わせですよ。危ない危ない危ない、うわーどかー浮いたよ今。あいつはさ、もうやる気なんでしょ。あれをおかしいでしょ。高得点、ね、今ちょっと面白かったもん今。高得点すごいよ、はい、やる気やる気やる気。怖いよね、うん、もうしかもだってもう潰れてんだから右側。そうだよね、今だってミッション見えたよね。見えた見えた。そこまで開き直られるとツッコミが用がないと嫌がれた。そうですか、嫌がってもらわれた。世界の仲間1人減ってしまった。あやー開いたー、ドカーンってなんでそこ行くの。逆行ったですね、1台だけ。なぜかどういうことということで決定です。さあ対するはレジェンドです。どんな走りを見せるのか。レジェンドの団体、あら前が前が怪しい、アンダーアンダーアンダー、あれあれあれ、何何、あ壊れた壊れたんじゃないの。あらあらあら、たたた何何、あ22番長野克司クラッシュ。今の自爆だよね。自爆ですよ、今かなり離れてたの。いやでも先頭のなんかペースがやっぱずっと悪くて、うん、そのしわ寄せ2代目3代目ってきたのはあると思うよ、ね、踏んでいくところ、うんうん、確かにね、いけないいけないっていう感じで。レジェンドダメくさいねこれね、うん、こいつはなんで当たった、あらあ